した捕虜移送計画を解析した。クワイエットはソ連軍に拉致され、ラマーハーテ宮殿へ移送されたらしい。クワイエットが捕らわれているラマーハーテ宮殿へ向かってくれ。ソ連軍はクワイエットに多くの仲間を奪われた。報復心も無理はない。だが彼女はなぜおとなしく捕まっているんだ。伝えるべき時が来たようだ。クワイエットの喉には生誕虫がいた。それは英語株だったのだ。ボイソンの英語株。スカルフェイスが彼女をベクターとして利用していた。暗殺が失敗した時の切り札として。やはりか。バカな。クワイエットは喋らなかった。唯一生態中が共鳴しない生保護で私に教えてくれたのだ。これが皆に知れたら舞台にはいられない。それでも彼女がボルバキアの治療を拒んだのはお前への報復心を捨てきれなかったからだ。ボスへの報復心。ここに留まるがために彼女は誓った、永遠の沈黙を。だがあの突然変異種が彼女の意志をくじいた。生体に虫を宿している限り何が災いをなすかわからないと。だから出て行った。英語株を発症させないために身を隠し、自らを犠牲に。どうだかな。むしろ世界中にばらまくつもりかもしれん。いずれにしろ野放しにはできない。生態臭はスカルフェイスが残した負の遺産だ。俺たちが封じ込めなければならん。ボス、ターゲットはクワイエットおよび彼女に宿る英語株だ。目的は回収だが、いざとなれば始末もやむを得んだろう。生態臭もあの女もだ。クワイエットの真意はわからんが、一刻も早く彼女の身柄を確保するんだ。クワイエットが捕らわれているラマーハーテ宮殿へ向かってくれ。はい、ということで何かね、立て込んでるような無線をもらってたのでね、私はちょっと黙ってたんですけれども、どうやらもうね、彼は段ボールを被らないみたいですね。でもその代わりなんかある面白いものを持ってきたっていうことはね聞いているんですけれども、もう彼はね、もう私から身を隠す必要はないと何か感じるところがあって、そういう結論に至ったんでしょう。でなんかまたね、9年前ではないですけれども仲間がねどっかに囚われているっていうことで、それを助けに行きたいっていうことだったので、今回もね同行させていただくことにしました。
今回ね、あと持ってきてくれたっていう楽しいものはこれらしいです。果たしてこれでね、もうすでに見つかってるんでどうなるかわかんないですけど、そしてこの怪物ライフルで倒していこうと、そういうことらしいんですけど、これで倒せるのか。ちょっと煙出てる、それとも全く効いてないのか。これはお、炎が出たな。ものすごい弾を使いますけど、そうですね、なるほどなるほど。これはどうなんでしょうか。この人ちょっと装備ミスってないっていう感じが少しするんですけど、これ装備ミスってる可能性が高いですね。あーでも戦車でなければ割と簡単に倒せると。ものすごい弾使いますけどね。ということで今回はどうやらね、このすごいバトルフィールドで私は彼のことを取材しないといけないみたいですね。大変だ。これは完全にね、ロケットランチャーを持ってきた方が良かったんじゃないかっていう感じなんですけど、あえてねきっとこれを持ってきたんでしょう。あえてこの怪物ライフルを持ってきて、戦ってると私はねそう信じたいと思います。おっと危ない。戦車はどこ行った。あそこか。もう弾がなくなっちゃうけど弾がなくなっちゃうけど大丈夫なのかな。ダメですね、弾がなくなりましたね。痛い。さあということで、どうやらねクワイエットっていうらしいんですけど、この人がねなんかこう補給物資を頼んでくれるらしいので、ものすごい金かかってるけど大丈夫なの。あれですよね、固定砲台とかを盗んで資金の足しにしてたこの人がこんな1万いくらなんてね、お金で支援物資を頼んで大丈夫なんでしょうか。ちょっとそこら辺は複雑な事情があると思うのであまり突っ込みませんが、さて、なんだいい子じゃないか。おっとスナイパーでもいるのか。いや普通に戦車がいるな。危ないね、まったく生身の人間に対して。おっ、砲塔を狙うとすごい食らうみたいだな。この頭まあ、砲塔に当ててると結構簡単に火を吹きますね。おお危ない、逃げて逃げて。なかなか大変ですな。
仲間の体力は心配なところではあるんですが、お、火吹いた、火吹いた。火を吹けばもう沈むのは早いと。さあどうなる。さすがですな。さてここでまた弾が必要になってきますね。地雷なんてね地雷なんて邪道なものを持ってきてね。そしてこれ全く役に立ってないっていう。大丈夫ですかダンボールお化けさん大丈夫ですかそれ。さあということでね、ここで彼が怒りの本気を出してロケットランチャーにね持ち替えましたね。さすがにね、さすがにスナイパーライフルではまだきついところがあったかというところですね。さすが、さすがロケットを使わせれば世界一といったところなんでしょうか。ものすごい破壊力のロケットですね。なんかどうやら噂によると8発連続で発射してるらしいので、ものすごい火力であると。ということでヘリコプターも落ちましたさあというね、周囲に敵影なしっていう謎の嘘をまあまあもう敵が新しく来ることはないよって意味なんでしょうけど。さあということで、うわまだいるよさすがに嘘つきだろ、周囲に敵影なしは。お、8発飛んでってる。お、ついに倒しましたね。これでどうやらダンボールお化けさんは仲間を助けてそのまま脱出することができるんでしょうね。なんでこんなことになってるのかはちょっとわからないですけれども
ボス、応答してくれ。すぐに敵が来る。水も太陽もなしだ。枯れるなよ。さあ、ということで、どうやらね、死闘を繰り広げてなんとか脱出したんでしょう。脱出したっていうか、脱出できそうなので、で、この砂嵐の中、あー、それはやばいね。ということで、どうやらこちら側にね、エクストラクションポイントがあるらしいので、そうですね、ダンボールお化けさんについていく形でちょっとそこまで行ってみましょうか。これちょっと見失うと大変そうですね。というか、お仲間さんはどうやら、あのクワイエットさんはお腹にいい玉をもらったらしいですけど生きてるってのがね、また何かいろいろあるんでしょうけど、不思議な力でもあるんでしょうけど、ちょっとわかんないですけど、生きてますね、とりあえず。ここはどうやら回収地点、エクストラクションポイントらしいですね。おい、これは隠れてないとダメそうです。あ、ちょっと私も息を潜めたいと思います。ちょっとこっち側にね、移動して、だいぶでかいヘビがこんなところにいたんですね。危ない危ない、噛まれたら大変だったな。てか、人のみにできるんじゃないか、人だけにねあ、これでどうやら大丈夫そうですね。いや、よかったよかった、さすがダンボールお化けさんですね。あ、ちょっとまだいた。噛まれましたね。今噛まれましたね。ちょっと気づかれそう、気づかれそう。ちょっと早く行って。あら、これはまずいですね。
上の待機は無理です。ボス、ボスナハアーニセッタスミフォレイハム、引き取れない。何と言ったフィッショミッシェナハアーニタッツ。何を言ってるのかわからない。英語は喋れるか。こちらピーコード、レイハム、レイハム英語はわかるか。これ以上無理だ。しかし効かない。一時退避、通知を切る。ボスはここにいる。エリハム、本当か。誰だ、誰が話している。助けに来て、お願い。場所を教えてくれ。位置は分かるか。旋回して8時。了解。誘導してくれ。10時の方向。了解。戻して1時。了解。1時。微調整左。そのまま直進。あと 1.5。 そう、もっと右、もう少し。そう、そっち。あと1マイル。風が来る。微調整右。左、少しだけ。そう、方向を保て、早く。あと 0.5。 ピーコ、見えた。機影を確認。エリハム、こちらも見えた。ピーコ、早く、急いで。君はこんなにおしゃべりとは知らなかった。クワイエット、ボスを助けて。急いでピーコ、お願い。ボス、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 結成を打ちました。クワイエットは、いえ、撤収しましょう。いやー、よかったよかった。どうやら仲間が助けに来てくれたみたいですね。いやいや、さて、ということで、彼が助けに来たクワイエットがちょっと今見当たらない感じですね。どこへ行ってしまったんでしょうか。彼女はなんか喋らないということで有名だったらしいんですけど、めちゃくちゃ必死に喋ってましたね。足跡ってことは、ついさっき移動したってことか。これはダンボールお化けさんを追うしかないでしょうね。さあ、
足跡を追って彼女を探しましょう。せっかくね助けに来たんで、どうせだったらね一緒に帰りたいじゃないですかね助けに来た理由ってそうなんだと思うけど、こっち合ってんのか、足跡がちょっと見当たらない感じなんですけど、どこだ、全然わからねえ全然わからねえ、わからねえけど、でもおそらく急旋回してわけわから、あ、あった、これか、ん、これ、すげえわかりにくいな。おそらくこれでしょうね、この正面にある ここが彼女の足跡じゃないかな。こっからまた、あ、こっちか、これね。でここを通っておそらくこっち、あ、ここにまたついてる。お、そっちの方か。いない感じですね。うん？懐かしのカセットテープが。私はクワイエットでいたかったわけではない。言葉を使いたかった。共通の言葉を使って気持ちを伝えたかった。私は復讐のために近づいた。私に与えられた言葉は報復だった。でも私が彼らと共有した言葉は、いや、それは言葉ではなかった。だから私は彼らに感謝の言葉を使い、また静寂に帰るのだ。私はクワイエット。私は言葉ではない。どうやら最初に喋っていたあれですね、あの通信を私も聞いてたんですけど、その英語株っていう何かね得体の知れないものが彼女の中に救ってたらしくて、英語を喋っちゃダメだったからってことでしょうね。ということで、続きはまた次回。それじゃ、またな。